こんにちは、ゆうすけです。さて、今回は2本の指を使って作るお灸の作り方について説明しましょう。さあ、行ってみよう。 okay, let's get into a さてと、親指と人差し指で作るお灸の作り方について説明しましょう。It's made by fingers. お灸を作るときに使うのはこの親指と人差し指です。大体、お米ぐらいの大きさのお灸をつまみ上げて親指と人差し指の間に挟み込みます。お互いをそーっと滑らせて擦り合わせます。だいたい親指と人差し指の指紋を感じるぐらいのごく軽い強さでひねってみてください。そうすると細い糸状のもぐさが出てくると思います。それの先っぽをそっとつまみ出して、その状態のまま皮膚の上に乗せていきます。注意しなくてはいけないのは、強くひねってはいけないことです。して、いつまでもひねってばかりいてはいけません。素早く作って、素早く取り出してください。ぜひ細くて小さい針呼吸を作って、こんな感じのものですけども作ってみてください。この細い呼吸を作る練習にちょうどいいなと思うものは、爪楊枝の先端を使ってする練習がいいのではないかと思います。このように平行に動かすやり方がいいです。やってみてください。例えば、for example, ちょっと見てください。これが一番私が作る極小のお灸、糸牛です。これぐらい小さいものです。次回はこの極細のお灸、糸牛について説明しましょう。さよなら。バイバイ。さよなら。Bye-bye. Bye-bye.